全然分かんない。ただいまから日本スポーツ振興センター国立競技場将来コースを有識者会議第5回の会合を開催いたします。本日は今年になりましてから、新国立競技場基本設計につきまして日本スポーツ振興センターとしての案を、まとめてまいりました。今日はその案につきまして委員の皆様からご意見を頂戴をして、まとめていきたいと思いますので、忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。なお今日頂戴いたしました意見を反映させまして日本スポーツ振興センターの基本設計案を確定いたしまして、その案をもとに政府との調整を進めさせていただきたいというふうに考えております。また収支計画につきましてもその案を前提にいたしまして、政府との調整を進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。安倍総理大臣、それから文科大臣、いずれも、2019年のラグビーワールドカップ、それから2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催にふさわしい施設であることが必要だと、適切な見直ししながらも一般施設を作りたいということを明言されておりまして、私どもその意を受けて具体的な建設に向けて施設防止センターをバックアップしながらいい競技場を作り上げていきたいと思いますので、先生方は引き続きいろんな面でのサポートをお願いできればと思いまして、ご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本国立競技場の建て替えにつきましては国立競技場であるということから国家プロジェクトでございます。同時に社会的関心も大変高いことから、その議論のプロセスを知っていただくためにも前回の会議と同様に公開させていただければと思います。ご審議いただければと思います。ご提案でございますが、よろしくございますか。はい、よろしく。それでは公開ということにさせていただきたく存じます。決してカメラの皆様とは今日でご退場をお願いいたします。まず今日、はい、基本設計展示されましたけれども、その基本設計について の、まあ、手応えといいますか、どのように感じますか。ほとんどの委員の方からですね、前向きなご発言をいただきましたし、評価をしていただいたと思っておりますので、まあ、これで一歩進んだなという感じがいたします。具体的なところに踏み込めますので、これでいよいよ19年、20年を迎えてですね、しっかりと進んでいきたいと思っています。新国立 の、 今 の、 設計についてはどのように感じていますか。今の設計については、まあ、大変素晴らしいものが出来上がりつつあるなというふうに思いました。ただ同時にですね、今日の会議の中でもご指摘がありましたけれども、日本の新技術をですね、いかに取り入れていくかということについては、まあ、これから引き続き検討していく必要がありますし、現時点で我々が理解できるものとこれから先何が出てくるかということについても、まあ、専門家あるいはその、関係の方からいろいろご意見を頂戴しながらいいものを作っていきたいと思っています。今後の進め方、具体的にどのような手続きを繰り返しになりますけれども、これ今日は日本スポーツ振興センターとしての基本設計案ですので、同時に有識者会議でお認めいただきましたから、これをもって政府の方と、つまり国の方とですね、これについて議論をといいますか調整をしまして、これを政府の基本設計ということにしていただいて前へ進むという段取りになると思います。すみません、開閉式屋根がですね、遮音装置という呼び方に変わったのはどういう理由ですか。理由についてはですね、まあ部分的なもので一番のメインのところに、まあ、いろんな理由があったと思うんですね。一つはやはり遮音の問題というのはかなり大きな理由でありましたから、それをきっちりと位置づけたということだと思います。一般的な呼び名の屋根であることには違いありませんけれども、建築の基本上ではそれを屋根という位置づけにはしてないという、そういうことです。役割としては屋根ですけど、呼び名を、いや、役割としては遮音装置なんですよね。屋根ほどの強度がないということを意味しているんですか。今日ご説明しましたように、そういう意味の強度については、つまりいろいろな環境下で遮音の機能を果たすためには、例えば雨とか、あるいは今多分ご指摘のところは雪だろうと思いますけれども、そういう状況下でも遮音をするための機能を果たすために強度はあります。じゃあ強度がないからではなくて、どちらの機能をメインに取りますかということですから、遮音装置という機能を前面に出すと建築基本上は、遮音装置ということになったということですね。工事費なんですけど、はい、13年度の7月だった基準、1年前くらいの基準になってて、今だいぶ工費が値上がりしてる、高くなってるってことなんですけど、今現状の状態でのその概算っていうのはどこに
まあ、これを今ちょうど政府とあのやり取りしているところですので、今そこについてはコメントすることはちょっとできない状況です。先ほどの最後にあのご質問の中でありましたサブトラックについてはサブトラックについてはおそらく現状では、最初に出てきたのはあのオリンピック・パラリンピック大会の立候補ファイルの中で位置づけられて出てきています。現状の理解では、常設であれば東京都、仮設であれば組織委員会という仕切りになっていると思うんですね。したがって、最後に委員の中からもありましたけれども、どこが担当かということに関してはその位置づけについによって変わってくるだろうと思っています。ただそう言っていても先へ進まないので、ありましたようにどこの、まあ、つまり場所土地が対象になるかということを含めて、まあ、関係者の中で話し合っていくということが必要なんだろうと思います。東京都と組織委員会とスポーツセンターと神宮ですね。さっきのお話ではその検討をこれから始められる、まあ、これから始めるんでしょうね。ただ現状では立候補ファイルの中では仮設でサブトラックを会館前に作るというのが立候補ファイルに載ってますから、我々としてはそれが、まあ、今その条件でということで今我々は進んでいると。完成後の運用で投資として収益の面で少し投資が甘いのではなくてという声もありますけど、この点についてはですね、非常に難しい状況というのは説明が難しい状況と思ってます。というのは先ほどお話ありましたように、多分これからいろいろ新技術等を取り入れていくという中で、そうなると収益性についても変わる可能性もあると思っています。ただ現状の中での積算ということであれば、甘いということよりは我々としては、まあ、しっかりと収益を上げられるという、現状でも上げられるという状況だろうと思っています。で、今日委員の中にもご発言がありましたけれども、現状では例えばスポーツについてもあるいは文化イベントについても現状のこれまでの実績から見るとこのぐらいできますよという、まあ、積み上げ方式で計算していますが、今日の委員の中ではそれどころじゃないと、3、4倍の、まあ、リクエストが出るだろうということにおっしゃっておられましたから、まあ、もしそれがそうだとすれば収益性についてはかなり変わるだろうと、つまりポジティブな方に変わるだろうと思っています。景観について、まあ、専門家の方から疑問点もありましたけれども、それについてはいかがですか。これについては会議の中でもありましたけれども、まあ、75メーターという高さを70メーターと低くしたことによってですね、かなり景観についても、我々の目からすれば素晴らしい状況になったのではないかなと思っています。今日の会議の中で疑問点に対してしっかり説明をというご意見もありましたけれども、それにこれについては今日お認めいただきましたので、政府との調整が進めば基本設計について公表できると思いますので、そのタイミングを図って、あるいはその前後でもいろいろとお話をさせていただければと思っています。具体的にどのような場面でどのような対応が具体的にはですね、これまでいろいろご議論いただいたりいろいろな意見を頂戴したことも今の一つの例ですけれども、75メートル70メートルにしたというようなこともですね、もうすでに取り入れさせていただいているのが多々あるというふうに思っています。から同時に今申し上げたように、正式に基本設計が決まる段階になってまいりましたので、これについては具体的に、まあ、政府との関係がありますので政府の方の進捗状況と合わせてそれは具体的に説明会を設けるとか、まあ、今日の議論の中にもありましたけど、まあ、専門家でないとなかなか説明できない部分もありますので、これについてはそういうものを設けて、そういう機会を設けていきたいと思っています。先日は東京の沢田建築家の方がですね、最終案でも五輪の園会場として足りるのではないかと案を出されました、まあ、具体的な対案みたいなのも出てきているんですけど、そういう案についてはどうなんですか。まあ、我々については我々の案について集中しているので、まあ、今のようなところに、まあ、コメントする立場にはないと思っています。いろんな意見が出ているので解体に着手するのを一旦止めてくれないかという意見が建築家協会なんかからも出てますけども、これについてご対応する考え。これは今のところ予定通り進める予定です。その前に説明の機会を設けるということですか。それは政府との、まあ、調整の進み具合によります。政府との その公表が調整が完全に終わっていないという段階でですね、その7月に予定されている解体に着手するということはありえるんですか。ありえないと思いますね。多分それまでにはしっかり調整が済むと思ってますから。説明されるというのは、まあ、そうした意見を取り入れてさらに今の基本設計案を、まあ、変更するという可能性もあるんでしょうか。根本的なところについて変更するということはないと思っています。今日お認めいただいたわけですから。ただ可能な限りですね、できることについてはやっていくというスタンスですね。